木が、まあ、生き物なんで、その木の木目によって彫るその彫刻刀の向きっていうか彫る方向、まあ、それをいかにこう掴んでいくかっていうのが一番だとは思ってます。はい、良質の漆を使ってるもんだから、まあ、非常に長持ちすると、いいものを作って2世代3世代、使っていくんだという、ことができる塗り物だと思いますけどね。